日本の海上自衛隊の最新鋭対艇潜水艦3000トン級が浸水しました。これによって、総流型潜水艦と比較しても、静粛性、ステルス性、機動性、運動性も引けを取らず、任務をできる世界でも、トップクラスの潜水艦になったわけです。総流型以降の潜水艦には、X 火事が採用されています。今回は、この X 火事が高い運動性の裏に、どんな役割を果たしているのか、見ていきたいと思います。そう、流型潜水艦にも、リチウムイオン電池を搭載したので、X 火事の運動性能を引き出すことが、可能になりました。しっかりと、日本の海底を守ってくれています。もちろん優秀な上官員たちがいるからこそ、世界に誇るトップクラスの潜水艦という、名誉ある称号を得たのです。ここに出てくる X 火事ですが、中国や韓国、北朝鮮の十字火事とは違うものです。日本の親潮型潜水艦も十字火事ですが、南シナ海では、中国には、試験されることなく、任務を遂行しています。結論としては、乗組員のレベルが違うということになるのでしょうか。日本国産の優秀な潜水艦としても、定評のある、そう、流型潜水艦の特徴の一つに、X 火事があります。もちろん、その他にもステルス性などについても、高い評価を受けています。この、総流型に採用されている AIP システム、機体機依存推進システムですが、11番艦以降に作られる艦は、リチウム電池とディーゼルエンジンのハイブリッド方式に変更されるそうです。日本には、潜水艦として、総流型と並ぶ、もう一つの横流というシリーズがありますが、そのすべての艦が、ハイブリッド方式を採用しています。改めて、そう、流型潜水艦の X 火事について説明しましょう。もともとは、船首の向きを変えるための、垂直火事、銃だと、船の姿勢をコントロールするための、水平火事、オーダーを組み合わせた十字型火事が採用されていました。X 火事は、中央の火事を45度ずつ傾けて設計しているので、4枚の火事全部が、回答、進路変更と、姿勢制御の両方の役目が果たせるようになったのです。この手法によって、船自体の運動性能は、非常に向上し、4つの火事が、絶妙なバランスを取ることによって、船の操作が、容易になったというわけです。以前採用していた十字型火事では、急浮上や急潜航などの操作が困難でしたが、技術的な部分をカバーしたことで、旋回能力もアップしました。黒潮型潜水艦は、有能な潜水艦として、評判がありますが、それより、30% も向上したのです。操作能力がアップしたということは、当然ながら、乗組員にとっても、ストレスが軽減されたということになりますね。そして、火事が4枚になったということは、仮に、火事が1枚傷ついたり、落ち出したりしても、残りの3枚で、役目が分担できることになります。つまり、事故に備える体制が確保されていると言えましょう。日本の潜水艦で採用されている、リチウム電池のメリットを紹介しますと、高出力かつ高速で潜航できるというところです。ただし、そこで気になるのが、X 火事に変更したことで、船の潜航深度がどれくらい深くなったかについて、全くわからないことです。重要なことなので、非公開というのはわかるのですが、X 火事を採用しても、運動性は、何ら変わりなく、
今までのように高出力操作が可能なのかどうかが心配な部分です。従来のような低速での潜航については公開されてはいますよね。ここで興味深い事実を紹介します。黒潮潜水艦が南シナ海で行っていた任務が周辺国に全くバレなかったということです。しかも15年も前から情報収集行動に当たっていたというのに気づかれなかったというのです。中国や韓国などの周辺国は黒潮潜水艦の動きを知っていたのに気づかないふりをしていたんじゃないかという推理もされていますが、防衛省がこの事実を公表した理由も非常に気になるところです。防衛省が周辺国の潜水艦探査能力不足を指摘したとすれば、何か裏の考えがあったのか元邪推してしまいますね。むしろ、黒潮潜水艦よりも、そう、龍潜水艦の方が潜航能力が高く、しかも静粛性も高いのですから、深く潜れることも容易に推測できます。どれくらいの深さまで潜れるのかは、極秘情報で公開されることはありません。そう、龍型潜水艦が黒潮潜水艦より性能が高く、細部にまで手がかかっているということは明らかです。その点から見ると、このように優秀な潜水艦を作り出す技術力と操る隊員たちの能力の賜物ということになるでしょう。実は、日本の技術は通常動力型潜水艦にかけては現在世界トップです。以前は技術大国ドイツの独壇場と言われ、ドイツ製の通常動力型潜水艦が世界一と言われていたのですが、今では見る影もなくなったようです。下手をすればドイツの製造技術が途絶えてしまう可能性もあるとさえ噂されているのです。個人的意見ですが、とても信じられません。ドイツは世界に誇るアウトバーン建設や高級車製造で技術大国と称賛されていました。メカニック技術分野で世界に再起するかどうかは、結局のところドイツ次第としか言えません。今まではどんな分野でもドイツは世界のトップを走っていました。技術を高評価されている日本ですが、世界水準以上という事実におごることなく、技術、者を大切にして凋落しないことを祈りたいものです。実は、オーストラリアから、一時、そう、龍型潜水艦を購入するという打診があったそうです。しかし、政権が変わったこともあり、購入先は、日本ではなくフランスに変えられてしまいました。購入国を変更した陰には、オーストラリアの最大貿易相手国である中国が横槍を入れたという噂もあります。噂と言い切れない可能性もありますよね。オーストラリアは、建造計画を進めていくうちに、フランス製より日本製の方が有能ということに気づいたので、日本から購入したい希望を持ったと言われています。と言っても、今更、日本も、はい、そうですか、と売ることはできません。そして、日本から買うと言われたフランスが、わかりましたと、おとなしく引っ込むはずもないでしょう。国の威信もかかっていますし、第一、相当、大きなお金が動くことになるのですから。オーストラリアの動き出した潜水艦計画には、すでに、かなりの建造費が投入されているはずですから、スケジュールが遅れているとか、技術的に作れないからという理由で、フランスと手を切って、日本と契約を結ぶというのは、ありえないことでしょう。例えば、一個人が車を買うというレベルだったら、購入先の変更は可能でしょう。
しかし、国同士ですからね。影響が大きすぎると感じます。さて、ニュースでわかるように、中国、北朝鮮、韓国などが、日本の近海で、怪しい動きを見せているようです。一触即発の危険な状況とも思われます。それに加えて、ロシアの原子力潜水艦も、不穏な動きを見せているようです。他国の潜水艦が、太平洋や日本海、どこにいても、おかしくない状況になっています。海底では、潜水艦にとって、自分の音が、最大の敵になり、敵に、こちらの状況を知らせる、危険な要素ともなり得ます。逆の見方では、敵の音が、自分たちの味方にもなるわけです。最低限の音で行動できれば、その先行力は、侮れないものになるでしょう。そう、夕方潜水艦は、その特性を十分に兼ね備えているのです。この、そう、夕方潜水艦を要している限り、日本は、1対1の海中戦で負けることはないと考えられるのです。